ぶり。今回も三国志14実況していきたいと思います。前回は、無謀な馬頭チャレンジがスタート、なんとか長安を落としたところまで。かなり無謀なチャレンジをしたと反省してるけど、なんとかやりきる所存。途中打ち切りとかしたらごめんなさい。じゃあ、どこまでいけるかわからない馬頭チャレンジ、頑張っていこう。いきなりだけど、図鑑を攻略するよ。ほんと突然だけど、どうしたの？兵数が増えないし、少しでも早々に圧力を加えたいのと、長安が計略地獄になってるので少しでも妨害するために、という二段構えだけど、図鑑取ったところで改善される可能性はあんまりないんだけどね。長平線くらいならすぐ落とせるかな、とか言ってる間に地域怪獣。治安は全力で上げてるけど、人手不足でね。そりゃ、所属武将の半分以上首切れば当然だよな。図鑑攻略開始。長平へのダメージが100以上入ってるし、すぐ落ちるな。これだけ簡単なら函谷関も行ってみようかな。そんなこと言ってる間に賊が出現してるし。よし、図鑑攻略完了。良いニュースばかりだといいんだけどねー。選択肢が一つだと考える必要なくていいかもなー。このようなところで。さらば司令。さあ、今度は属性罰開始。長安以外なら気にしないんだけどねー。鬼神暗鬼馬頭様自ら性罰だー。ここで、馬長を地域占領に出してたんだけど、間違いだと気づいたよ。普通に考えて采配武将にやらせれば瞬殺だもんな。馬頭軍の武将はほぼ全員水行持ってるから馬長にやらせる必要ないくらいもったいない使い方なんだよね。さらに、図鑑攻略したての馬隊にも地域占領をしてもらうことに。少しでも早々に嫌がらせしないとな。進軍する。続け。計略使いまくりとか、どんだけ暇なんだよって感じだよな。うちとしては、地道に続討伐して、地域の治安上げて、契約受けないようにするくらいしかできないからねー。勝負だ。今日も属性罰。自分撃破。ほんとね、よく出るよ。属とか。で、また地域怪獣。今回のプレイはこれを楽しまなきゃできないと思ってるよ。馬頭様に代わり、金馬長を出陣させるよ。前方で瞬殺だー。早く征伐してくれー。ついてこい。何かの補正が入ってるのか、奉仕の速度が異常に早いんだよねー。試作で強化してるからかもなー。前方でー。金馬長の一撃、かわせると思うな。撃破。この程度か。残りの属とも追いかけてー。撃破。属征伐と地域占領に追われる日々だけど、中華情勢は変化してるようで。劉備がやられてるな。最初からかなり不利だけど、曹操と孫権から攻撃受けたら終わりだろうね。今のところ、袁紹と曹操が戦ってはいるけど、どちらも大して損害出てないんだよな。なんとか、そこに鎖を打ち込みたいところなんだけどねー。今度は普通に賊が発生。治安を上げなきゃないんだけどな。馬長が賊討伐に追われる日々。金馬長の一撃、かわせると思うな。
戻ったけど、即再出陣。馬長がいなきゃかなり厳しかっただろうねー。今回何度目かわからなくなってきた新馬長の戦法。あ、範囲攻撃なんだ。孫権がいつの間にか大将軍に。地味に勢力拡大してるな。あ、長州が。明日の馬頭軍を見てるようで切ないね。ここで小さな方針転換。今までは安定と天水に一人ずつ置いてたけど、意味なさそうなので、すべての武将を長安に集めることに。向かうわ。馬頭軍の生命線は長安だから、間違いじゃないかもな。おや。結局勝敗は陥落。曹操が孫権にも喧嘩売りに行ってるけど大丈夫なのかな。なんとかする自信があるのかもねー。縁が陥落間近。ここが落ちるとちょっと厳しくなりそうな感じが。炎症が攻勢に出てるようなので、勝手に同調することに。このまま韓国艦を落として落葉に圧力をかけていこうと思うよ。出るのは唯一の工場兵器持ちの馬隊。だけど、戦線が伸びるのはあまり良くないんじゃない。そうなんだけど、少しでも何かしなきゃと焦ってしまうんだよね。確かに、曹操が頑張りすぎてる感があるんだよな。それに、長安に全力注いだ結果、族とか契約が減ってるし、そろそろいいかなってのもあるよ。まあ、長安の守りを厚くすると考えればなくはないか。馬隊が韓国艦に着くけど、落葉から迎撃部隊が出陣したな。砲炎の商用ごときじゃ大した障害にならないねー。馬隊の応援に馬長を壺艦から出陣させるよ。韓国艦への攻撃が芳しくないからな。ついてこい。今です。今回は韓国艦の兵を10程度しか倒せてないんだよな。敵の硬さの問題なのかな。消耗が激しいな。金馬町の一撃、かわせると思うな。商用を撃破。なんと野戦最強になりそうだけど、上場がネックになりそうだな。両者戦、馬長も攻撃に参加して、なんとか落ちそうな感じ。まだ契約してくるか。治安は上がってきてるけど、契約は無縁なのかな。韓国艦攻略。これで少しは圧力を感じてくれればいいんだけどね。攻略してすぐにだけど、馬長に一仕事してもらうよ。さすがに落葉を攻略する戦力はないような。そんな無理はしないよ。地域を占領して、出方を伺おうかなと思ってね。腕が鳴る。ここでは迎撃はなしかな。落葉から出陣の気配はなし。馬長を警戒してかな。落葉は落とせないだろうという読みかな。陳留と牧羊が攻められてるから、無駄に兵を失わないようにしてるのかな。そうだとすると、ある意味落葉攻めもあり。それは、とっても維持が難しそう。武将いないしな。兵糧が無駄になりそうなので、馬長は帰還。長安のおかげでお金は余裕あるけどな。炎症が牧羊を攻略したね。陳留攻めは失敗したけど、両方失敗よりはマシか。このまま曹操が押されていけば、どうなるんだろ。ここで緊急事態。長路が攻めてきてんじゃん。それも冠水。もう少しは持つだろうけど、急いで救援部隊を出さなきゃ。というわけで、
韓国艦から呼び戻した馬長を緊急出陣。長安にいる兵すべて連れて行け。かかる日数は15日。ギリギリ持つかな。ついてこい。潜水まであと5日。あ、ゾクトか。ああ、馬長が吸い寄せられる。なに、ゾクトは馬長ホイホイなの。まずい。潜水が。金馬長の一撃、かわせると思うな。先方で処分して、早く艦水を撃たなきゃ。ここでまさかのゾクトが艦水の補給線を切断。ゾクトのおかげでギリギリ間に合った。許さん。さらに艦水を捕獲。なかったか。お手柄のゾクトにもご褒美の撃破でー。危なかった。長安に全力投入だから他は危ないんだよな。あ、艦水。艦水は、馬頭の。でも、馬頭は義兄弟すら信じれない状況。艦水、すまない。こんなところで。というところで今回はここまで。かなり厳しいけど、長安を確保したのがかなり効いてきてる気がするね。治安が改善したせいで計略も効かなくなってきてるし、兵糧は相変わらずだけど資金はプラスだもんな。内政値が上がっていけば兵の募集量も増えるだろうし、今後の展開が楽になりそうな予感。少しでも状況良くならないと詰みそうだからな。そうだねー、長安を全ての起点にして。次はどこを攻めるか。じゃあ、長安を安定させて足場作りに成功した馬頭軍の今後を、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。